ーの、コルネッティ。この番組はゴルフネット TV のおすすめの番組や最新のゴルフ情報をギュッとお届けします。ナビゲーターのつぼてぃこと坪井美里です。用語クイズ、はい。ブービー、バービー、バービー、バービーじゃん。シャンク、サメ。番組後半で素敵なプレゼントがあります。お楽しみに。三浦桃佳です。ないです。あ、ゲームしてる時はあります。そうですね、緊張すると全部動きが速くなるんで、落ち着けって思うか、音楽を聴くか、何か口にするかですかね。その日の夜ご飯、はい、黒。なんでしょうね。最近何見たっけ、何したっけ。思い浮かばないです。宮田なるはの72問72答、ぜひ見てください。フェアウェイキープが悪かったんで、ちょっとキープ率上げようと思って楽しみながらトレーニングしました。チャンネル登録お願いします。あれはさ、4パチでさ、ちょっと開いてさ、ゆとりあるようにライン出せんのかな。じゃあこれ入れたら嬉しい？嬉しいですよ。ポケットからキュンくれる？ベストスコア出てウハウハで、アテストパーって適当に出しちゃって過少申告になってて失格。失格。で、こうそれが印象すごいあって、私がマーカーしてたんでちょっと申し訳ない気持ちと、うん、なんかで、まあね、はい、仲良くなりました。ね、仲良くなりました。そう、プライベートとかでも話す。最近何でも話す。全部、何も隠さずに、ね、全部伝えるよね。松田レイと脇本花の究極の選択、見てね。倉本先輩がやっぱりすごい難易度なアプローチを持ってて、スピンが効かせなかった時にどうやって止められるんだろうと思ったら、ボールのスピードだった。はい、よろしくお願いします。本日は番組についていろいろお伺いしたいと思います。はい、お願いします。はい、お願いします。深堀プロはたくさんのプロの方と共演されたと思うんですけども、はい、一番印象に残っている回ってどんな回ですか。印象のやっぱね、あの玄ちゃん、玄ちゃん、玄ちゃん、あの一つがあるお金がなくて、うん、チャレンジ、まあそんなチャレンジじゃない、あのチャレンジの練習ラウンドできなかった。チャレンジツアーはなんで一回も練習ラウンドしなかったんですよ。そうなの。メモだけ買って、ということはじゃあ1日分の宿泊費を減らすって意味かと、プレー代を、はい、じゃあ、前の日コース行って例えばラウンドしないでパッティングやったりとか、そういう感じ。そうですね、昼過ぎぐらいに行って、うん、パターとショット練習してメモ買って、うんうん、で次の日の大会って感じ。お金がもったいなくて、あれ回してくれればあれがね、あれがね、すごくその印象深いというか、はぁーってお金を節約するのに直接やった。そういうことがあって、あの時は全部リュートになってる。親父。待って目の前見てる。なるほど、納得しました。
レゼントコーナー。昨日の佐伯美希プロに引き続き田辺ひかりプロと沖聖奈プロのグローブを抽選で1名様にプレゼントします。いいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ必要じゃないですか。はい、ありがとうございます。はい、ご応募お待ちしております。ゴルネッティ明日も見てね。